ヘッドホンのパーツですね、こちらを作ります。で、ですね、このつるの部分を金属に変える方法とかがあるんですけれども、今回は薄いプラ板に変えるという方法でやりたいと思います。金属に、ここのね、つるが分厚いですよね。これを金属に変える方法とかいろいろエッチングパーツが出てますけれども、ここの部分がね、どうしてもちょっとなんか外れやすくなってしまったりとかして、あんまり好きじゃないので、今回はプラスチックのパーツに、切り替えたいと思います。まず、ですので、ここをね、もう切ってしまいます。エバーグリーンなんですけれども、プラストライプを使います。細い、板状のものが入ってますのでね、これを使いたいと思います。お鍋の中で、2、3分ですかね、熱湯の中で、煮込んでみました。外したらこのような感じですね。綺麗に R がつきました。はい、これで OK です。で、ここに取り付けると。こうですね。こういう感じですね。